重量上げ。重量上げは、バーベルを両手で頭上に持ち上げて、その重さを競うスポーツ。ウェイトリフティング、ウェイトリフティングとも呼ばれる。体重別に階級分けされており同じ階級内で記録を競う。種目は、スナッチとクリーンジャークの2つがあり、それぞれ3回ずつの試技を行い、各種目の最高居場重量の合計、トータル重量で順位を決める。 ただし、いずれかの種目、もしくはどちらの種目でも3回連続で失敗すると、トータル記録は0キログラムとなり、失格となる。試技には制限時間があり、基本的には1分、高校生の大会では30秒であることが多い。制限時間以内にバーベルを膝より上に、偽証できないと、その試技は失敗になる。しかし、 制限時間が数秒であったり残り少ない場合は、タイムキーパーと呼ばれる審判の判断で、膝を通過していなくてもバーベルが床を離床した瞬間に制限時間を止める場合もある。トータル重量のみを争うオリンピックなどでは、スナッチ競技で失格になると、クリーンジャーク競技には参加できない。バーベルを頭上に持ち上げて静止し、 三人の審判の中二人が、下ろせの合図を出すまで下ろしてはならない。その際、自分の腰の位置まで手を添えて、体の前面に下ろさなくてはならない。また確実にプラットフォーム上に下ろさなければならない。試技の順番は申告した重量の低い選手から行い、同重量の場合は事前に抽選をしてある。抽選番号に従う。バーベルは1ラム刻みで増量できる。 死議に失敗した場合は、同じ重量で再度審議することができる。重量を申告した後でも2回まで重量変更が行える。重量変更を行う場合は、制限時間30秒前のファイナルコール以前に行わなければならい。制限時間が30秒の試合では、選手名をアナウンサーにコールされた時点で重量変更はできなくなる。同記録の場合は、 体重が軽いものが上位となる。同記録、同体重の場合は先に、トータル記録を成立させたものが上位となる。権量は、試合開始2時間前から60分間行われる。体重に過不足があった場合に限り制限時間内に、何度でも、再権量が許されている。国際ウェイトリフティング連盟、EWAF が、女子競技を公式に認めたのは1983年だが、 1980年にはアメリカで女子の参加が認められた。1986年にハンガリーで開催されたパンノニアカップにて女子も加わり初の国際大会となった。翌1987年には女子世界選手権が初めて開催され、1990年アジア競技大会を皮切りに順次国際総合競技大会にも採用され、 ワールドゲームズ1997で実施された後に2000年、シドニー大会よりオリンピックにも加わった。現在国民体育大会、インターハイ等学生大会も毎年行われ盛況である。ちなみに全日本大学、対抗エイトリフティング選手権大会は第60回2014年を数え、男子優勝は日本大学、2位法政大学、3位九州、 国際大学女子優勝平成国際大学2位、金沢学院大学3位関西大学であった。女子の部は1999年度から実施。有名選手には、三宅義信、1964年、東京オリンピックメキシコシティオリンピック金メダル、ローマオリンピック銀メダル、義信の実定で、メキシコシティオリンピック銅メダルの三宅義行、義行の実施で、 ロンドンオリンピック銀メダリストの三宅博美などがいる。また、日本人選手の育成及び、東南アジアでの競技普及に貢献した清水智隆がいる。階級名は、通常数値が使用され、男女共に10階級ずつ存在する。現在の階級は2018年から。国際ウェイトリフティング連盟により規定がなされている。足腰のバネ及び、 スピードとタイミングとバランスが重要な要素を占めている。ルールでは腰を落とした状態でバーベルを受け止めて、そのまま立ち上がることを認めている。このため腰を落とさないで、バーベルを頭上、スナッチもしくは肩、クリーンの位置まで一気に持ち上げること、ハイスタイルは通常行われない。ほとんどの選手が胸、スナッチあるいはへそ。 クリーンの高さまでバーベルを持ち上げておいて、素早く腰を落としバーベルの下に一気に潜り込み尊敬して受け止めて、そのまま立ち上がる、スクワットというフォーム、スクワットスタイルを採用している。この他に、尊敬しないで足を前後に開いて腰を落とす、スプリットスタイルも以前は存在していたが、現在では、クリーンジャークのジャーク動災害を、スプリットスタイルで行う選手は皆無である。 バーベルの握りはフックグリップという特殊な握り方を採用している。親指をバーと他の指との間にもぐり込ませ、バーベルの重みを親指にかけることにより確実にグリップできるようにしている。バーベル落下事故防止の観点からも競技者には必須の握り方となっている。また、クリーンジャークのジャーク動作ではフックをしないオーバーグリップで行う場合が多い。 親指を人差し指の側面につけ、バーベルを握るのではなく、手のひらに乗せた状態で、ジャーク動作を行うサムレソグリップで試技を行う、選手も稀にいる。よく、バーベルを持ち上げると表現されるが、極端な言い方をすると、足腰のバネにより、バーベルを引き上げるといったイメージに近い。バーベルを頭上に上げたら、スナッチの場合は立ち上がり、 ジャークの場合は足を揃える。この時、膝を確実に伸ばした状態で静止し、審判からの合図があるまで静止する。この時に回ったり前後に動いている場合は、審判からの合図は来ない。審判からの合図、ブザーやダウンの発生の後に、選手は自分の前方にバーベルを下ろす。重力に従い、バーベルをプラットフォーム上に下ろしてを軽く添える。 この際、バーベルを自分の後方に落としたり、プラットフォーム以外の場所に下ろした場合は失敗となる。しかしプラットフォームに着地させた後に、バーベルが転がったり跳ねたりしてプラットフォーム外に出る、分には問題ない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。